いや、ミューネーションボックスにしよう。ミューネーションボックスにしたら、アンダーバレルドリルチャージも補給できるから。そのアンダーバレルドリルチャージって、前のシーズンはなかったんよね。なかったなかった。今の新武器のバトルライフルをレベル上げると使える。突然増えたってこと？そうそうそう。しかもね、今までこのアンダーバレル、バフ効果なかったんよ。はい。今バフ効果ついて反動が抑制されるようになった。へぇ、いいことじゃん。そう、割と使えるようになったの。あ、やべ。ハンドガンに仕込まれちゃった。開幕、家の中入ってったやつ。あぶな。ここは安全だ。ひっつき虫。この穴、最高。で、隣の家いる。分かってる。ドリルチャージは無駄です。下に？なんかさ、ドリルチャージの音さ、当てどころによって音変わるようになったのかな、これ。あ、違うよ、それ。アンダーバレルドリルチャージの音。あ、なるほどね。うん。音違うんだ。そうそうそう。音ちゃうんよ。あれ、いいね。いやー、 UAV を回した。のあそこドリルチャージの餌食でしょ。やったれやったれ。セルテックスをブラッシュを投げる。やったぞ。500人目。さすがに3個当てればフラジャケ飛ぶんよ。やばい。裏に置いてる。危ない危ない。やべ。弾がないです。最悪。イエーイ。あれ。最近ハードポイントハードポイントしてる人多くて嫌になっちゃう。どういうこと？いや、当初こそはハードポイントなのに全然ハードポイントしない人たくさんいたじゃん。なんか、キルチはいっぱいいたね。そう。ようやくみんなそのポイントに入った方がスコア漏れるってことを気づいてきたのかもしれない。どうだか。俺はまあポイント入ってないけどな、全然。入れや。バトルパス漏れんぞ。守ってるからしょうがない。なら。俺のポジション今、強ポジだから。役職が定まったということね。役職が定まった。3秒だけ入る。ルイトールゲッツ。まあこれもさ、縦半と制御させたら無敵キングっすね。横ブレン？わからん。わからん。結構横ぶれると思う。横ハンドって今のところなんかあんまり体感したことないんだよな。マジか。横めっちゃ気になるんだよね。やべ、迫撃呼んだから入ってくれ。エリアに誰か入った入った入った。よろしい。壊すな、バカタレ。
危ない。上空からの偵察が必要だ。当たらん。リロード。これスナイルな。リロード中だ。ちょっと弾足り。弾なくし。ちょ、当たらん。積み落としよう。あ、やべ、くそ、さっさとセミにすればよかった。トロフィー多すぎやろ。意外と接戦だった。ドリルチャージを投げる。そっか、なんかドリルチャージの音が普段と違うなっていうのは当たりどころじゃなくて、そもそも音が違うのだという。そもそも違う。アンダーバレルドリルチャージ使ってる人見たことない。ああ、ちょ、クソエイムすぎ。やばい、エイムが乱れてきた。エイムが乱れてきた。次のハードポイントを確認する。次か。ハードポイントに敵がいる。移動する。危ない。位置情報を更新。ハードポイントを確保しろ。弾が。やっべ。よし、守り切ったぞ。やるやん。強っ。何使ってんの？プロね。ISO かこれ。はい。そっち。下手くそめ。強すぎだろ。新武器勝てねえよ、遠距離。ああ、ちょっとか。迫撃余分で入ってほしいっす。そこ迫撃きついっす。当たんないと。当たんねえか。いやー、インタビューうぜえ。インタビューうぜえ。入れ。俺も投擲下手くそ選手権。投擲下手くそ。マジで。結構強そう。あ、ウィルソン。なんかこのインタビューが出たと同時に芋砂が現れる、この感じ懐かしいな。見事に知った。たまない。たまない。たまない上に自殺したし。あーもうダメや。乱れてきてるわ。乱れてきてる。クソ野郎が。あ、当たらん。ここに向かう。もうそこにいる。セントリーはいい感じに働いてるわ。ハードポイント内にいる。リロード中だ。
あ、そっちか。ハードポイントに向かえ。エリア内に敵だ。フラッシュを使う。クレイモアを置く。セブテックスを使う。スナイパーの音怖っ。なあ、あそこか。インタビュー言うほどそんな特徴的な音聞こえないけどね、被弾しても。この鍵は残ってみ。わからん。いや、まあ、おー、面影ぐらいかな。わからなくはないくらい。はい、なんかあれインタビューのさ、武器切り替えのモーションとか、はい、ほぼ原作そのまんまで。ああ、そうなの？流用なんじゃない？流用なんじゃない？あまり見ない武器だな。SO。こっちからグレ投げる方が得意なんだ。しかも有利リスポーンじゃない。俺はいつも先にドーム側攻めるんだけど、ね、この辺、うん、当たりました。はぁー、 KV だ。 KV に草切るそうだ。マジか。はっ、あ、許さんぞショットガン。死の果てまでクロネンの系だわ。マジ？何で使ってんの？行け、ドリルチャージマン。打ちかませ。今、打つとこはここくらいしかねえや。そこいるんじゃね？いたけどやれんかった。ド M すぎん俺。これリスポンどっち？わかんない。敵4人しかいないが。バイバイ。ドリルチャージばっかりお見舞いするからですよ。あ、やられた。ここに向かう。いねんだよ。こっちいる。あ、死ねない。やった。次のハードポイントを確認する。マガジン交換。ミューニションボックス。弾薬をドロップする。極悪ミューニションボックス。敵いねんだ。敵今5人だ。5人。敵のドリルチャージよりお前のドリルチャージの方がね、個数的に上手だな。トラフィシステムを使う。なる。ゲームの壁に行かれるんかい。ドリルチャージ以外はまるでダメか。ダメだ。後ろ怖いな。来ない。
後ろあれ投げ物デコデコですかね。うん、敵毒敵もアンダーバレルドリルチャージ使ってる気すんな。うん、使ってる気する。よくないよお前それ布教すんの。布教すんの、だ強いんだもんバリキル取ってるじゃん本当だ。インチキだな。え、インチキだな。インチキだ。トップ俺じゃねえぞ。トップ俺じゃねえぞ。ああ、あれあれおかしいな俺はエリアを守るか。ゲッ。ああ。俺はあくまでハードポイントをやってるつもりだから。あくまでハードポイント。俺はボンバーマン。お前が爆弾魔だったか。爆弾魔。ほら、二段構え。あ、来ないか。いや、来そう。来そう。えべ、ドリルチャージやで、やれ。ドームだ。補給した。ああ、上だ。俺はドリルチャージを待っている。ドリルチャージを待っているさ。トルフィーしか量産できないから今。マジか。お前が撃った喧嘩だろ。マガジンを変える。おう。私がついた。やべ。進めねえ。多分この辺。当たりはするんだけどな。おい、まだいるやん。え、嘘。やり。後ろだな。ダーッ、やられた。ミッション完了だ。よくやった。一体何人ドリルチャージで葬った。わかんない。葬ってはいないわ。ほとんどアシスト入ってアシストだけでも相当じゃん。だって切るより出てるから。中に入ってひたすら嫌がらせをしてただけだ。